学費程度で偉そうにされる覚えありません。直談判に来た私を家から追い出しながらニヤニヤとしている息子嫁の顔は今まで見た中で一番意地の悪いものだった。息子もその後ろで一緒になってニヤニヤとしている。学費程度と言ったって600万は大金だ。それを私がケチだと言わんばかりの態度に私は驚いた。そして玄関に置いてある息子のものだろう新品のゴルフバッグを見た瞬間、私は子育てを間違えてしまったのかもしれないと思った。ババアとは絶縁だ。そうね、もう用なしだもの。今後介護が必要になってもうちを頼らないでくださいね。息子夫婦のあまりにひどい態度に私は拳を握りしめて怒鳴った。喜んで金輪際関わらないでちょうだい。私の名前は結城京子、70歳の専業主婦だ。10年前までは公務員として働いていたため、今は退職金と年金で暮らしている。夫の正武とは職場結婚で3年の交際の末結婚した。当時珍しく女性が働くことに寛容だった夫のおかげで私は仕事を続けることができた。平日は仕事で夜まで不在だったため、他の家庭に比べて息子には寂しい思いをさせてしまったかもしれない。しかしその分習い事などのやりたいものは全てやらせ、何不自由ない生活をさせてきた。そのおかげではないが、息子は近所でも有名な進学校に進学、名の通った大学に入学して大企業に入社することができた。私も夫もこれで子育ても終わり一段落と思っていたが、息子はすぐに仕事を辞めてしまい、その後は職を転々としていた。ふらふらと生きている息子を少し不安に思っていたが、大人になってまで親が口出しをするべきではないと思い見守ってきた。息子嫁の由美さんとは一時期バイトとして雇われていた飲食店で知り合ったらしい。派手な姿に一瞬たじろいだものの、所作や挨拶はしっかりとしていた。聞けば実家は裕福なお家だそうで、結婚後は息子嫁の実家が経営している会社に就職させてもらえるとのことだ。それではまるで婿に入ってしまうようではないか。息子の話に一瞬そう思ったが、我が家は跡取りだなんだというような家ではない、息子が選んだ人なのだからきっといい人だと納得して結婚を祝福した。息子たちは挨拶に来た後すぐに席を入れた。徒歩数分の近さに引っ越してきた息子夫婦は、ことあるごとに我が家にご飯を食べに来た。仕事が終わって帰ってきて4人分のご飯を用意するのは大変だったが、息子嫁の愛想の良さについ受け入れてしまっていた。お母さんのご飯本当美味しくて大好きです。明日はハンバーグでお願いします。豆腐入りで大根おろし乗せたヘルシーなのお願いしますね。もうおだてても何も出ないわよ。仕方ないわね。息子嫁の調子のいい言葉に乗せられてリクエストを聞いてあげることも多く、食費は上がったが、よく聞く嫁姑問題なんてありえないほど仲良くやれていることの方が嬉しかった。お金が苦しいのかと思ったが、息子も息子嫁もブランド物を身につけていることからその可能性はないだろうと判断した。ただ上がり続ける食費と公共料金に耐えかねて、私は息子にこっそりお願いをすることに。あなたたちが毎日来るようになってちょっと食費とかがね、まだ厳しいわけじゃないけどちょっと苦しくなってきたわ。悪いんだけど少しお金を入れてくれないかしら。なんだよ、母さんも父さんも公務員なんだから金なら腐るほどあるだろ。なのに息子夫婦にたかる気なのか。最低だな。息子の言葉になんだか私が悪いような気がしてしまい、私は訴えを取り下げてしまった。
しかし息子も罰が悪かったのか、翌日からぱったりと帰ってこなくなったため、寂しいけれど金銭的にも体力的にも楽になったことに正直ほっとしていた。息子夫婦が顔を出さなくなってから半年して、息子から子供ができたと連絡が来た。そして息子嫁がつわりで動けないため家事を手伝ってほしいとも言われ、私は手伝いに行くことに。毎日仕事終わりに言われたものを買い、息子夫婦の家の家事をしてから帰宅する生活はとても大変で、毎日ヘトヘトだった。だけど夫がフォローしてくれたおかげでどうにか乗り越えられた。息子嫁は毎回顔を合わせるたびに、すみません、ありがとうございますと言ってくれたのもあり、精神的にはそこまで辛くなかったが、購入したものの代金を払ってくれることはなく、私はそれが少し引っかかっていた。少ししてお祝いにベビー用品を買おうと申し出ると、息子からリストが送られてきた。どれもとても高いため、その中の一つを買えばいいのかと聞けば、すべてだという。これには驚いたが、初孫だということで舞い上がった夫があっさりとすべて購入してしまったため、苦言を呈するタイミングを逸してしまった。息子嫁からは、ありがとうございますと一度軽くお礼を言われただけで、その後はいつも通りだった。お礼を言われないことに敏感になりすぎていると私は自分が器の小さい人間な気がしていたが、ベビーグッズだけでも何十万にもなるのだ。いくら二人が働いていたとしても大きな金額である。息子も息子嫁もお金に困ったことがないため、金銭感覚が麻痺しているのかも。私はそう思って夫に相談したが、金銭感覚はそのうち治るだろうと言われてしまい、そういうものなのかと自分で無理やり納得するほかなかった。結局息子嫁は息子嫁実家の近くで出産、私が孫に会えたのは生後3ヶ月になる頃だった。本音を言えばすぐに会いに行きたかったが、息子から産後でナイーブになっているから面会は里帰りが終わってからと言われてしまったため我慢していたのだ。そのためお宮参りもお食い初めも参加できず、代わりにお金を包んで息子に渡していた。うち孫なのにと正直寂しく思っていたが、写真を頻繁に送ってくれたため私たちは会える日を首を長くして待っていた。お母さん、お久しぶりです。この子が高吉です。よろしくお願いします。里帰りから帰宅した息子嫁が連れてきてくれた孫はぷっくりと発育のいい赤ちゃんで、私も夫もすぐにメロメロになった。毎週末遊びに来てくれる息子嫁に言われるがまま、ベビーグッズを買い、私はすっかり孫に夢中になっていた。そして孫が1歳になる頃、息子嫁が働きに出るため保育園が決まるまではお願いしたいこと、決まった後も送迎などをお願いしたいと言われ悩んだが、孫との時間が欲しかった私たちは了承することに。テレワークが導入され始めたのもあり、比較的融通が利くため私と夫は交互に家にいて孫の面倒を見た。息子夫婦は朝孫を連れてくるとそのまま仕事に出かけていく。そして夕飯が終わった頃に帰ってきて、自分たちの夕飯を我が家で済ませてから孫を連れて帰っていく。当然息子夫婦の夕飯などにかかる代金はこっち持ち、さらには孫のおむつなどもすべて私たちが支払っていた。おかしいとは思いながらも、以前お金の話をした後息子夫婦が来なくなったことを思い出して、孫と会えなくなるよりはと私も夫も我慢していた。結局その生活は孫が小学校中学年になるまで続いた。息子は一旦嫁実家の会社に就職したものの、すぐに退職してしまったようで、結婚前と同様に
転職を繰り返し、一向に定職につかなくなった。それは孫が大きくなっても変わらなかったが、息子夫婦は孫にいろいろと習い事をさせ、その月謝を私たちに払ってほしいと言ってきた。はじめはしぶしぶだったが、孫が何か賞をもらって喜んでいる姿を見ているうちに、月謝くらい孫のために払ってあげようという気持ちになった。しかしそれで調子に乗ったのか、息子夫婦は高校と大学の費用も私たちに払えないかと言ってきた。どうやら息子嫁の両親からは学費の援助を断られたようだ。孫の志望校は昔から有名な理系大学だったため、学費がかかるのは分かりきっていた。そのためそもそもなぜ貯めておかなかったのか、奨学金にして少しずつ自分たちで返しなさいと息子夫婦を諭したが、孫が借金で苦労するのを黙って見ているつもりかと逆に責められてしまう始末だった。それに定職についていないと言っても、息子たちは常にハイブランドを身につけていて、ちっともお金がないように見えない。私は納得いかなかったが、孫のためと言われるときっぱりと拒絶できず、結局大学費用に600万円を用意することになった。母さん、いつもありがとうな。振り込みを確認した息子からは相変わらずの軽いお礼だけで、息子嫁に至っては顔も見せに来なかった。それでも孫だけは頻繁に顔を出してくれて、家事の手伝いをしてくれることも多かった。息子たちの態度に嫌気がさしていたが、優しい孫の将来のためにもこれでよかったんだと私も夫もそう話していた。しかし翌日私たちは衝撃の真実を知らされることになる。夫と話した次の日、孫がいつも通り手伝いに来てくれた。私の横でお皿を一緒に洗いながら、孫は大学で学んだことを楽しそうに話してくれた。本当この大学に入れてよかったよ。実は父さんたちには理系は学費が高いから無理って言われてたんだけど、向こうのおばあちゃんたちが出してくれることになったらしくて、本当俺は優しいじいちゃんばあちゃんが二組もいて幸せだなって思ったんだよね。え？ユミさんのご両親、学費を出してくださったの？そんな話は寝耳に水で、私が話を遮ると、孫は、うん、とうなずいた。しかし、私と夫のところに来た時、息子夫婦は確かに、息子嫁両親から援助を断られたと言っていた。私はまさか、と思いながら孫に尋ねた。ねえ、コウスケは仕事をしているのよね？あ？当たり前じゃん。じいちゃんの会社で働いてるって言ってたよ。孫の返答に私はさらに驚いて、手に持っていたコップを危うく落とすところだった。なんと息子が転職を繰り返していたというのは真っ赤な嘘だったのだ。孫曰く会社を継ぐのは息子嫁のお兄さんで、息子はその補佐としてコウスケが生まれる前から働いていると言っていたそうだ。さらに最近はテレワークに切り替えていて、基本的に自宅にいることが多かったことも発覚した。私は目の前が真っ暗になった気がした。まさか20年近く騙されていたなんて。おばあちゃん、どうしたの？具合悪い？大丈夫よ。ごめんね。ちょっと私出てくるから留守番していてくれる？私は孫にそう言って出かける準備をした。そして急ぎ足で歩いて数分の息子夫婦の家に向かった。そして到着した勢いのまま、私はインターホンを押した。はーい。お母さん、どうしたんですか？ちょっと話があるんだけど入っていいかしら。私が来たことがよほど都合が悪いのか、息子嫁はもごもごと言い訳していたが、大声でもう一度繰り返すと、しぶしぶではあったが玄関のドアを開けてくれた。しかし玄関より奥には入れる気がないようで、仁王立ちで行く手を阻んでくる。
私は構わずその場で話すことにした。あの子から聞いたんだけれど、学費そちらのご両親からもいただいたそうね。え、あ、いや、その。息子嫁は分かりやすく慌てていた。私は孫から息子嫁両親が学費の工面をしてくれたことを聞いたと話した。息子嫁は初め真っ青な顔で私の話を聞いていたが、次第に開き直った態度になってきた。そして私が話し終えると、自分の髪の毛をいじりながらニヤニヤと笑って口を開いた。まさかお金返せって言うんですか？無理ですよ。だって使い切っちゃいましたし。学費じゃないなら何に使ったのよ。息子嫁は私をバカにしたように、それ関係あります？と言ってきた。私は怒りでどうにかなりそうだった。そもそも人にもらったお金をどう使おうが私たちの勝手ですよね。何言ってるの？あれは私と夫が孫のために出したものよ。あなたたちが遊ぶためのお金じゃないの。私の口調が説教臭かったのか、息子嫁が一瞬眉を潜めたが、すぐにまた下品に笑って私を家から押し出しながら衝撃の一言を放った。学費程度で偉そうにされる覚えありません。息子嫁の顔は今まで見た中で一番意地の悪いものだった。私の声が聞こえたのか、家の奥から出てきた息子もその後ろで一緒になってニヤニヤとしている。学費程度と言ったって600万は大金だ。それを私がケチだと言わんばかりの態度に私は驚いた。そして玄関に置いてある息子のものだろう新品のゴルフバッグを見た瞬間、私は子育てを間違えてしまったのかもしれないと思った。ババアとは絶縁だ。そうね、もう用なしだもの。今後介護が必要になってもうちを頼らないでくださいね。息子夫婦のあまりにひどい態度に私は拳を握りしめて怒鳴った。喜んで金輪際関わらないでちょうだい。息子夫婦は最後まで下品な笑顔を残したまま玄関のドアを閉めた。私は怒りで肩を上下させながら息をしていた。ここまでコケにされて引き下がるわけにはいかない。私はある復讐を思いついて実行することにした。まず私は家に帰ってすぐに通帳をコピーした。家で待っていた夫に事情を説明すると、夫も怒り心頭ですぐに弁護士を探すと言って調べ始めた。息子への援助はすべて振り込みだったため、記録はすべて通帳に残っている。そのため証拠を集めるのは容易だった。運よく弁護士もすぐに見つかり、私たちはある手続きを先に済ませてから息子の家に向かった。一週間ぶりに来た息子の家はリフォーム業者が出入りしていた。どうやら空き地だった隣を買い取り駐車場にするらしい。そのお金もどこから出ているのやら、と思いながら私はインターホンを押した。息子嫁はニコニコと外向きの笑顔で私たちを出迎えた。あら、お母さん、私たち縁を切ったはずですよね。なんで来たんですか？笑顔とは裏腹な言葉に頭に血が昇るが、深呼吸をして私も笑顔を作った。本当は顔も見たくないんですけどね。縁を切る手続きをしようかと思って弁護士さんを連れてきたのよ。私がそう言うと、息子嫁は弁護士の方をちらりと見て、どうぞと小さく言って私たちを招き入れた。リビングには息子と孫がいたが、息子嫁は孫に部屋に行ってなさいと言ってリビングから追い出してしまった。全員が席に着いたのを確認して私は話を始めた。さて、今回私たちはあなたたち夫婦と縁を切ることにしました。そのため遺産放棄の手続きをしてもらうわ。は？どういうことだよ。なんで縁を切るからって遺産放棄しないといけないんだ。意味がわからないと不機嫌になる息子に私はため息をついた。頭は良かったはずだが、
知識の代わりに常識がごっそり抜けてしまったのかもしれない。仕方がないと私は噛み砕いて説明した。縁を切ったら他人なの。私たちが残した遺産を他人に渡す道理はないわ。私の言葉にポカンとしていた息子だが、さすがに意味を理解した息子は顔を真っ青にしていた。しかし何か思いついたのか、勝ち誇ったように話し始めた。そんなこと言って介護とかどうするの？俺らがいないと困るでしょ。俺も母さんも公務員だったから、年金も退職金ももちろん貯金もある。それに家のローンも払い終えているから、老後の資金はしっかりある。別にお前がいなくても問題ない。息子は実の息子を見捨てるのかと怒鳴ってきたが、私も夫も動じない様子に観念して、弁護士が差し出した書類にサインした。さて、高吉、入ってきなさい。私がドアに向かって声をかけると、孫はすぐに部屋に入ってきた。息子夫婦は慌てて孫を部屋から出そうと声をかけたが、孫はそれには従わずに、私の横に座った。それを合図に、弁護士はさらに、一枚の紙を息子夫婦に差し出した。こちらは養子縁組の書類になります。よく読んでサインをお願いいたします。養子縁組？誰と誰が？状況を理解できない息子は首をかしげながら読んでいたが、そこに書いてあった名前に顔をブルブルと震え出した。おい、なんで高吉が母さんたちと養子縁組する話になってるんだよ。息子の怒鳴り声に息子嫁も慌てて書類を覗き込んだ。そして私をきっとにらみつけてきた。お母さん、嫁いびりにしてもひどすぎます。大事な一人息子なんですよ。大事なね。じゃあその大事な一人息子の考えを聞いたらどうかしら。私がそう言うと、息子嫁ははっとして孫の方を見た。孫は能面のような顔で息子嫁を見て、ゆっくりと話し出した。俺、今まで育ててもらったのは、ばあちゃんたちだと思ってる。母さんの方のじいちゃん、ばあちゃんにもよくしてもらったし、母さんたちは俺のことを自慢の道具にしか思ってないじゃん。進路だって文句を言うばっかりで相談にも乗ってくれなかった。それなのに、俺の大事な人たちを騙していたなんて、許せない。でも、そっちに養子縁組したら、お母さんの方のおばあちゃんたちは悲しむと思うわよ。息子嫁は焦りながらも必死に冷静な声で孫にそう言ったが、孫は首を振って笑い出した。それなら心配いらないよ。向こうのばあちゃんたちにはもう話してあるし、縁が切れるわけじゃない。あっちにはおじさんとこの子が後を継げるから問題ないって。取り付く島もない様子に息子嫁は唖然としていたが、すぐに私を睨んだ。高吉に何を吹き込んだんですか？息子はもう母親の気持ち分かりますよね？こんなことして楽しいですか？別に楽しくないわよ。でもこれは高吉が自分で決めたことだから。私の言葉に息子嫁は、え？と間の抜けた声を上げて孫の方を見た。孫は表情を一つ変えずにうなずいたため、息子嫁は絶望した表情でうなだれた。実は孫はあの日私の後を追ってきていた。そして私に対する両親の暴言をすべて聞いていたのだ。帰り道に私に寄り添ってくれた孫はとてもショックを受けていたが、証拠を集めるうちに私たちに養子縁組をしてほしいと頼んできた。私たちは嬉しかったものの、初めは断ったのだが、孫はすぐに息子嫁両親に相談し了解を得たからと書類を用意してきてくれたから、私たちも受け入れることにしたのだ。息子も息子嫁も今まで従順だった一人息子からの反抗にすっかりひるんでしまったらしい。すっかり勢いをなくして孫の言う通り養子縁組の書類にサインを書いていた。じゃあ今週末にはばあちゃん家に引っ越すから。孫の言葉に息子嫁はうなだれたままうなずいた。
私たちは書類をすべて確認した後、席を立って部屋を出る前に声をかけた。じゃあ、これであなたたちと私たちは他人になったわ。もう会うこともないと思うので、お元気で。母さん。息子が涙声で私を呼んできたが、私はそれには反応せずに息子嫁の方を見た。息子嫁は呆然と前を見たまま涙を流している。その姿はいつもの勝ち気な様子からは想像ができないほど弱々しかったが、私は構わずに追い打ちをかけた。そうそう、今回のことあちらのご両親も知っていますからね。後でお話に来るそうよ。息子嫁はびくりと肩を揺らして私の方を見た。青くなったり白くなったりしながら、息子嫁はやっと口を開いた。なんで言っちゃったのよ。ああ、もう、ごめんなさい。本当にすみませんでした。ね、謝ったからもういいでしょ。親には解決したって言ってよ。よほど親に知られたくなかったのか、息子嫁はすっかりパニックになっていた。それでも反省のない息子嫁の言葉に、私は呆れ返ってしまった。そもそも孫が養子縁組の話をしていると言った時点で、その可能性に気づくべきなのに、なぜそこまで考えが至らなかったのか。謝罪は受け取る気はないので結構です。ご両親とのお話はそちらでどうぞ。突き放した私の言葉に、息子嫁はがっくりと肩を落としていた。私と夫、そして孫はそのまま息子の家を後にした。その後、息子夫婦は息子嫁両親にも感動されたそうだ。何でも私たちはお金がなくて援助は期待できないどころか、むしろ仕送りをしてあげないといけないから生活が苦しい、と息子嫁から聞いていたらしく、それならば、と援助をしてくれていたらしい。しかし、ブランド物などを購入しているところを見て、少し疑問に思っていたと孫に話したそう。真実を知った息子嫁両親は、今まで出した援助の分を返還させることにしたらしい。息子は解雇こそ免れたものの、窓際で働かされ、給料はすべて息子嫁実家へ返済。生活費は息子嫁が外で働いて稼いでいるのだとか。もちろん住んでいた家も息子嫁実家の所有物だったそうで追い出され、今は狭くて古い風呂なしアパートに住んでいるのだとか。一度孫のところに援助してほしいと連絡が来たようだが、孫はきっぱりと断って着信拒否にしたと笑って話していた。私たちはというと、夫と二人暮らしだったところに孫が加わり、賑やかに過ごしている。週末には孫の友達も遊びに来てくれるため、ボケている暇もないほどだ。さらに孫は大学在学中に有志で会社を立ち上げた。インターネットに疎い私たちにはさっぱりだが、それでも楽しそうに話す孫の話を聞くのが今の私たちの幸せだ。孫は大学卒業後も一緒に住んでくれるそうで、大学を卒業したらバリアフリーの家を建ててあげると言ってくれている。そんな優しい孫のためにも元気でいなくては、夫とダイエットも始めた。これからは旅行などを楽しみながら、穏やかな余生を楽しんでいこうと思う。